ポーツ的要素を増やして一般的になっていく武道の中で、正木流万力無鎖の術は到底スポーツにはなり得ない危険性を持ち合わせている。まさしく必殺の技。300年以上の歴史を持つこの技は究極の護身術ともいえる古武道。まあ、たった一本のこんな鎖をね、鎖でね、大体まあ300通り組手があると言われてますからね。それをね、その研究してこう組んでいったね、編纂していった努力というのは大変だと思うんですよね。で、あの中に、あ、これね、これはね、どういうのかちょっと見せて。これはね、これこうやってこうやると鎖が出る。こう取るよ。その必殺武器万力無鎖とは、長さ60センチほどの鎖の両端に分銅をつけたもの。じゃらじゃらと繰り出される鎖、一撃されたら確かに必殺。日本ではほとんど無名のこの武道、アメリカでは空手に次ぐ知名度と。この術の流祖は正木利光。武道はもともと一子相伝。しかし今では門弟の中で一番優れたものが受け継ぐようになっている。現在の宗家は名和弓雄さん81歳。武道に必要なものとして踊りを仕込まれ、元モダンバレーのダンサーという異色の経歴。鎖でないでもいいんです。これこういうふうに、これお金をね、これ10円の硬貨を10枚を包んでるんですよね。ハンカチなんです。これで十分ですね。ほとんどわからない瞬間に。ちょっと軽くて、軽くて、軽く、それから、はい、手出してください。手をこう、もっとついてくる。ついてきた。こう、かける、こう。ね。これ、こんなもんでもね、十分なね、ご主人になります。あんまり若い人に教えたくないよね。危ないですね。これね、大変危険ですからね。ちょっともう、やり損なうと死にますからね。正木流のもう一つの技が、宮本武蔵と対決した宍戸梅拳で知られる鎖鎌。今名和さんは伝えてゆきたいけれど危なすぎるというジレンマの中にいる。確かにちょっと油断するとこの傷。300に及ぶ使い方があると言われる万力無鎖、まさしく攻撃精神を手の中に隠した一撃必殺の技。